どうも皆さんこんばんは。水曜8時はフレンズハイク、世界の広げ方プレゼンツフレンズハイクのお時間となりました。水曜日版の MC は私テラッチです。友達のご縁とご縁をつなぐ番組フレンズハイク水曜日版、8月4日のゲストフレンズにまずは登場いただきたいと思います。福田小夏さん、ご登場いただきたいと思います。よろしくお願いします。小夏です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、小夏さんがどんなお仕事をされているのかはお楽しみにしていただければと思います。そして8月4日放送のテラッチフレンズ、ね、は松岡千穂さんにご登場いただきたいと思います。千穂さん、よろしくお願いします。お願いします。千穂です。はい。さあ、千穂さんを知っている方はね、ご存知かと思うんですけど、さあ千穂さんもどんなお仕事をされているのかっていうのを皆さん楽しみにしていただければなというふうに思います。そして今日はなんともう一人ゲストが、来てくださっております。3人目のゲスト、エリカさんにご登場いただきたいと思います。エリカさん、よろしくお願いします。エリカです。お願いします。さあ、エリカさんはどんなお仕事をされている方なんでしょうかといったところで、早速なんですけれども自己紹介のコーナーに行きたいと思います。お母さんはいつも祈ってるよ、あなたに愛が届くように。はい、といったところでまずはテラッチフレンズの千穂さんからゴールデンサークル型の自己紹介をしていただければなというふうに思っております。千穂さん、準備は OK ですか？何のためってあんまり考えないんだけど、こう私の中でいつもこう直感的に突き動かされてなんか動くっていう人生なので、はい、なんとなく、まあ、私あの子育て経験が、ね、あるので、うん、3人の子育てしてたので、はい、その経験を生かしたお仕事とか、うん、まあなんだろうな、なんとなく、うん、子供たちに関わりたいなとかもやんと思ってたら、うん、っていうそう、千代さんって 僕の一つ上でしたっけ、年齢で言うと、うんうんうん、でも3人の一応、はい、3人っていうかあの双子さんなんでしょうね。下が双子の女の子が今小学校5年生で、うん、で3年生の男の子もいます。あ、そうか、上なんですね。上の、そう、上のお姉ちゃん が双子で、下にもう一人、うん、うん、3人か。もうそんな大きくなってるんですね。もうそんな大きいのよ。だっていつもね、見るときってあのこうちっちゃい時の映像を僕はよく見ているので、うん、僕の中ではそのままです。もうそんな5年生になってるんですね。そうなんです。なるほど。そんなんで、まあ、子育てでね、学んだこととかを言ったら、保護者さんの言ったら視点、うんうん、で考えられるっていうのはなんだろうな、まあ、場所にもよるんだろうけど、結構もうあの私職業ばらさないとちょっと話しづらいんだけどいい？いや、もうちょっと頑張ってください。もうちょっと頑張ってください。もうちょっと頑張る、はい、話どう持っていこうかなと思って明かさずになるほどなるほど、 OK です。じゃあ、うん、次はハウの部分ですね、うん、じゃあその目的を達成するためにどんな方法で、うんうん、お仕事に取り組まれているのか、または、どんな工夫をされているのか、日々の中で、うんうん、って言ったところを話してもらおうかなと思ってます。なるほど、まあ、はい、なんだろう、私やっぱ興味を持ったことに対してすごく知りたいって強く思うと、うん、まあ、自分からもう勉強するし、すぐ人に会いに行きますね、うん、確かに、この人、うん、この人面白そうと思ったらすぐ会いに行くし、うん、でそこからこう何知りたかったことを教えてもらうみたいな、うん、確かに、うん、僕と千代さんの出会いもあの土曜日版のフレンズアイクの MC を担当している倉田と倉間っていう先生がいるんですけど、その先生が倉田会やりますっていう Facebook の投稿を見て、うん、多分千代さんが面白そう行くってなって、ほぼ顔全然知らんへんぐらいの感じの人ですよね、倉田先生が。そう、会ったことないのに急にメッセンジャー来たんよねはい、来ませんか、今度こんなんやるんで来ませんか。でその会場に僕もいたんですよね、うん、あ、そうそうそう、それで知り合ったんね。そうそう、うん、確かに確かに、はい、だから考えるっていうよりも感じるというか、そうそうそう、思うままに、アクションを起こしてる人なのかなっていうふうには思います。そうです、本能的に動いてます、う
でもね、千代さん、今めっちゃいい感じです。すごくミステリアスな方になってます、今。仕事名を言ってないので、なんかそのスピリチュアルというか、なんかこう魔法使いみたいなイメージを持ってる人もいるかもしれないですね。はい、そしたら、そういった目的を果たすためにいろんな方法を持って今のお仕事に取り組まれていると思うんですけど、うん、じゃあ千代さんがその実現のために選んだ職業っていうのは何かって言ったところを最後に教えてほしいなと思います。すいません、やっと言えるのね。はい、はい、保育園で、英語の先生をしてます。そうなんですよね、はい、うん、保育園で一応事務員っていう感じですかね。あ、そうそう、事務もね、うん、する人がいないからやっててってやってる、うんうん、とかね、給食をたまに作ったりとかサポートしたりとか、そう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 、もうなんかオールマイティーに、うん、マルチプレイヤーで活躍してますね。そうね、普段結構保育にも入ってます。あ、確かに確かに、そうそうそう、なので、まあ、子供たちと関わってる、いっぱい、うん、で何を隠そう、僕もその保育園で少しの間ですけど給食調理員さんをやらせてもらってたんですよね。そうなの、そうなの。ちょっと同僚やったね、はい、そうで千穂さんのエプロンをちょっとお借りしながらそうそうそう、きつ、はい、ちょっとキツキツのはい、ちょっとね、今の保育園っていうのが何ですか、2歳まで1歳、0から2歳、0から2歳まで、うん、うん、そう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 、で人数もすごくこうこじんまりとしてるので、そう、一個建ての大きさのね、うん、これ保育士さんとの距離もすごく近い。そう、本当あの大家族で暮らしてる感じですね、毎日、うん、そう、だからあの多分他の保育園では結構タブーとされてることをうちの保育園はやってます。うん、確かに言っちゃうと、もうあの、うん、園児みんな呼び捨てだし、うん、そうそう、もう本当私も本当我が子のように接してるっていうか、うん、もうなんかね、いらんことしたらめっちゃ怒るし、うらー言うし、うん、そうそう、他の保育士さんたちも結構そういう感じだから、うん、うん、なんかその保育士さん同士の距離感もすごく近いですね。イエーイみたいな、そう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 、ハグハグみたいな、そうそうそう、もうコロナになってからね、うん、ハイタッチ&ハグはなくなったんだけど、あら、そうなんだ、そう、まあ別にいいやって思ってるけど、うん、そうそうそう、めちゃくちゃこう近い、心の距離もそうですし、こうなんですかね、うん、肉体的な距離もすごく近い、うんうんうん、保護者との距離もすごく近い、僕はなんかすごくアットホームな保育園だなっていうふうに思ってる。またその辺の話は中で触れていきたいなというふうに思います。千穂さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしたら小夏さんに次はゴールデンサークル型で自己紹介をしていただこうかなというふうに。はい、私の目的というか理念、はい、その今の仕事にさ、うん、携わってる目的としては、小さい頃から、まあ、兄弟が多くて、うん、4人兄弟の長女なんですけど、うん、まあ、子供と関わるというか兄弟のお世話をしたりとか、うん、あと近所の小さい子供たちと遊んだりすることが多くて、うん、なんかすごい子供のことが好きというか、うん、子どもの成長に携わるお仕事をしたいなと思って今働いています。ありがとうございます。そして、はい、ハウの部分ですね。はい、まあ、経験をすごいさせてあげるというか、うん、というか、成功体験をたくさんさせてあげたいなと思ってて、うん、やっぱり学校とか授業とかで学んできたことよりも実際働いて現場に出てみないと子どもとの関わり方とか、うん、まあ、大人との関わり方とかがわからないですけど、まあ、私自身もいろいろ何年、まあ、まだそんな長くはないんですけど、いろいろ経験する中で子どもたちのちょっとした経験、うん、すごいその成功体験、うん、できたことの喜びをしっかり一緒に喜んで、その分の力がつくようにしています、はい、うーん、そしたら職業名を教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、私の職業は保育教諭、認定こども園の保育教諭をしています。お、保育教諭はい、ほうほう、いわゆる保育士さんとはまだ違うんですか。あ、まあ、同じ、なんて言ったらいいんですかね、まあ、今保育園と幼稚園があると思うんですけど、はい、その中に子ども園っていうのもあって、はい、で私、まあ、一応、まあ、短期大学とか大学とか卒業すれば保育園と幼稚園の
免許は両方取れると思うんですけど、はい、その一応認定こども園で働く上で保育教諭っていう呼び方になるので。なるほど。そしたら認定こども園の保育教諭っていうのがお仕事名。そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあエリカさんも簡単に自己紹介してもらっていいですか。はい、はい、あの2つあって、はい、うん、あのそのイタリアのバイトの方の自己紹介でいくか、はい、その保育系の方でいくかで、ちょっと変わってくるかなと思ったんですけど、イタリアの方は僕が紹介します。あ、わかりました。なんで今回エリカさんを呼んだかというとですね、あのフレンズハイクセカンドシーズンにハルちゃんこと春田浩一さんっていう方が過去にゲストで登場していただいたんですね。で、天王寺安倍の界隈で4店舗今飲食店を経営されてるオーナーさんなんですけど、めちゃくちゃ話が素敵でとにかく美味しそうだったので、この前しかもその4店舗目の一番新しい2階の明かりっていう、これまた超素敵なイタリアンのお店がオープンしたんですよね。で、僕オープン3日目にちょっとサプライズで行かせていただこうと思って、当日にハルちゃん今日行きますねというのも、ハルちゃんのインスタを見て一席なんかキャンセル出ましたみたいな、早いもん勝ちですよみたいなんで電話したら、あ、まだ行けますって言ってその席押さえますねって言って行かしてもらったんですね。で、はるちゃんはちょっとお仕事で来れなかったんですけど、そこで働いてるスタッフさんがめちゃくちゃ素敵な人ばっかりで、僕もともと飲食ずっとやってたんで、食べ物が美味しいこともめちゃめちゃ大切な条件やと思うんですけど、スタッフさんが素敵な人かどうかってめっちゃ見るんですよ、僕実は。で、エリカさんが結構接客をしてくれてたんですけど、あ、素敵なスタッフさんやなと思って、で見てたら、そういうこう僕もまあ教育に携わる人間で、教育の話でめっちゃ盛り上がったんですよ。で、俺こんな若いのなんでこの教育の話めっちゃ盛り上がるんやろうなっていうふうに思っていたら、今大学生かな、大学生で、まあ、いろんなことを学ばれてるっていうところを知って、じゃあぜひ今日出てくださいっていうことで、今日お招きしたって言ったところです。では今エリカさんの自己紹介をお願いいたします。はい、はいはい、私は子供と関わる仕事がしたくって、うん、大学で、大学は何学部ですかね。教育学部の幼児教育コースです。幼児教育コースってことは保育士とか幼稚園教諭、はい、あ、そうですそうです、の資格を取るのがメイン。そうです。あと正面とかも取れるのね。小学校も取れます。その中でもどの3つの中で一番興味あるのは、幼稚園教諭と保育士ですかね、はい、どっちにも興味がある今のところ。どっちも持ってたら働ける幅が広がるので、うんうん、どっちも取ろうかなって今考えてます。なので今まさに保育士とか幼稚園教諭の資格を 取ろうと今まさに勉強を頑張っている学生のエリカさんが来てくれたと。で、しかも実際に今ここで保育士、子ども園で保育教諭として働いている小夏さんと英語の先生として働かれている千穂さんが目の前にいるといったところで、もう生きた教材教科書がもうここにありますので、ぜひ今日いろんなことを突っ込んでいきながら、はい、知識をねどんどんつけていっていただければなというふうに思っております。はい、といったところで次のコーナーに行きたいと思います。次のコーナーは伝えたいこと。お母さんはいつも祈ってるよ、あなたに愛が届くように。今回は小夏さんからいただいた言葉、小さい子の命って実は力強いという、メッセージをこの今画面に入っている4人でお話していただければなというふうに考えているんですけど、小夏さん、この言葉を選んでもらった理由っていうのはどういったところにありますか。はい、今、まあ、認定こども園で働いて6年目なんですけど、はい、で年長を3回持たせていただいて、あとは1歳2歳0歳で、今は0歳の担任をしてるんですけど。0歳の担任、はい0歳の担任ってすごいな。なんか出血が取るんですか。あ、取ります。朝の会とかちゃんと返事手挙げたりとかも。え、0歳もあーいって言うんですか。
あ、来ますね。ゼロ歳って言っても1歳になる子たちだから。そうかそうか。僕普通にもうこういう感じのゼロ歳をイメージしました今。まあ、まだ座れない子とかもいるんですけど、まあ、うん、一緒に手を挙げたりとか。めっちゃ可愛いそれ。はい。でまあその小さい子供の力っていうか、うん、まあ年長で結構運動会とかが行事がメイン、運動会がメインになってくるんですけど、うん、この運動会の中で私の園は結構運動に力を入れている園なんですけど、うん、なんか跳び箱を8段飛んだりとか、うん、竹馬も1メートルぐらいの竹馬に乗ったりとか、うん、のをしてるんですけど、はい、なんかそれをする中で毎日すごいちょっとでもいいんで毎日コツコツ練習を積み重ねていったら、まあ、やっぱり子供って嫌になったりすることもあるんですけど、うん、でもその毎日のコツコツがどん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 積み重なっていったらすごい大きなものになるというか、うん、なんかこの子供たちができた喜び、すごいできたっていうのがあって、うんうん、で竹馬とかしてても裸足で乗るんで足に豆ができるんですけど、うん、子供たちは痛がらないんですよ。なんかその豆ができたことが嬉しい、なんかみんなその豆のことを頑張り豆って呼んでるんですけど、頑張り豆いい、ね、頑張ったからできる豆、うん、確かにやっぱり豆ができたらもう血も流れるし、まあ、みんなテーピングとかして、うん、なんかすごいぐるぐる巻きにしてやったりしてるんですけど、うん、でもやっぱり豆ができたらもう店に来てくれて、今日は何個できた先生見てとか、うん、すごいそういうのを店に来てくれたり、うん、なんかその子供たちの頑張りが目に見えてわかるというか、うん、勲章やね、勲章です、うん、勲章、やっぱそれってなんか0歳とかでも同じようなことで、うん、なんかやっぱ入園したての4月の頃とかはコップとかでお茶とか飲めなかったんですけど、でもやっぱりそれも毎日一緒にコップを持って飲んだりとかしていったら、だん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 上手にお茶が飲めるようになって、こぼさずに上手に飲めて、うん、なんかそれもすごい成長ってすごいなって日々実感してます。はい、そんなこと、ね、僕はその今中高生を、はい、まあ見てるっていうか、まあいつも教えさせてもらってるっていう立場なんですけど、なんかその成長のそのスピード感っていうのが多分、うん、0歳とか1歳になればなるほど早いのかなって、このスピードがっていうふうに思うんですけど、うんうん、千代さんも今の話聞いてどうですか？いやすごいわかる。あの子供たちってね、本当なんだろう、自分が頑張ってできたってことに対してやっぱりそれが一番嬉しいんじゃないかなって思うのよね。うん、なんかご褒美をあげることで、そのご褒美も嬉しいけど、うんね、その自分でできたっていう達成感っていうのはすごくその自己肯定感育むっていう上では大事やなと思う、うんうん、もう今僕が思ったのが、そのいかんせんやっぱりこう幼さの部分があるし、経験としてやっぱ浅い部分があるから、うんうんうん、やろうと思ってもやっぱ時間がかかってしまったりとか、うんうんうん、たくさんミスをしてしまったりすると思うんですよね、うんうん、でその時に関わっている一番近いスタッフ、保育士さんとか先生っていう立場の人がやっぱり時間に追われてたりとかすると、うん、こう手を出してしまったりする時もあると思うんですよ、うんうんうん、やっぱりもう例えばもう給食の時間やから早く座ってほしいからとか、そこの葛藤みたいなところってこの後あるんですか？ありますね。特に私とかは結構行事が多いので、うん、子供たちその0歳でも結構日々の活動量がすごい多くて、うん、やっぱり時間には追われてるんですけど、うん、やっぱりその分、まあ、今10人を3人で見てるんですけど、うん、まあ、1人が残って、うん、その子が、まあ、ご飯食べるならしっかり最後まで見てあげたりとか、やっぱり個々の生活リズムに合わせてというか、うん、まあこんな感じで進めてますかね。できるだけ、まあ、自分たちでできるように。そのためにもスタッフ同士のコミュニケーションとか連携とかっていうのがすごく大切になってくるってことですね。そうですね。はい、私ちょっとあの子のために残るからちょっとそっちお願いねみたいなことですよね。うんうん、やっぱり声かけはすごい大事な仕事かなとは思います。
えりこさん、今の話を聞いててどうですか？もう実際にその0歳児さんとかとその触れ合う機会ってなかったので、なんか保育園に何個かボランティア行ったりとかはあったんですけど、その高校生の時とかって、まあ、5歳の子やったりとかと一緒に遊ぶことがメインやったので、そんだけ成長を見れるっていうのはすごいいいなって今聞いてて思いました。もう0歳ですもんね。一番何て言うんですか、若い子っていうんですか、で何ヶ月から入れるんですか？私のところは3ヶ月から入れるんで。3ヶ月で今一番月齢が低い子で1月30日生まれなんですけど、つい、この間生まれた子やね。半年ぐらいですね、今。つまりできないぐらいですかね。でもその時を見てて、その子が名前読んだ時にはいとかしだしたら、もうなんかたまらないですよね、多分。そうですね、今その10人中8人が歩けてるんですけど、4月の時は誰一人歩けずやったんですけど、まあ、この3ヶ月で8人歩けるようになって、すごいなみたいなのが、なんかね、大人になってからの1ヶ月って、まあこの前とほぼほぼ変わらないような1ヶ月を過ごしてますけど、子供にとってのその1ヶ月ってものすごいね、大きい1ヶ月ですよね。なんか千代さんの方の保育園でのなんかそういうエピソードみたいなありますか？成長を感じたエピソード？うわ、めっちゃ、今日ちょうどいいのがあったわ、めちゃくちゃ好き嫌い食べ物のする子がいるのよ、で去年とかまでは本当トマトとかね、ナスビとかね、出たら目をつぶるのよね。かわいい。給食中現実逃避する。目を閉じて顔をそらすみたいな。保育さんが「あやあやあん」ってやっても目を閉じるみたいな。ちゃんとして、そうで、そんな子だったけど、だから、はい、これ一口だけ食べたらもうおしまいにしていいよとかってやってた子が、今日なんかナスビとピーマンとベーコンの炒め物美味しいんだけど、子供たちにとったらそのピーマンがちょっとね、あれで苦手なんだけど、今日はもう保育士さんがご褒美でこれ全部食べたらシール貼っていいよとかって言って、みんなだから先に食べって言って、後に残すな言って、先に嫌なことやっちゃったらええねんみたいな感じ、そう言ったら、そのやっぱ好き嫌い多い子が最後こうやって持ってカッカッカッカってピーマンを、ピーマンをね、そう口の中に入れてて、すごいって言って、すごい誇らしげな顔してて、その子がすごいやん。何歳ですか今ね？3歳。あ、うちの今訳あって3歳児も預かってんだけど、本当は0から2なんだけど、そう3歳の子やけど、でもその3歳の子にとってそのシールがもらえるっていうのはすんごいご褒美なんでしょうね。だって大嫌いで現実逃避してるものを、そうなんかね、ワークシートみたいなのがあって、1人1枚、でなんか、まあ、課題をクリアしたらシール貼るみたいなのがあるのよ、そうそれに貼れるっていうのが、まあ、嬉しかったんやろね。それも一つの成功体験でしょうね。そうめちゃくちゃ褒めるね。いやし、多分お家でも多分食べてないでしょうね、そういうピーマンとか出たら。あ、そう、お家とかでは結構わがまま言ってると聞いてて、もう全然お母さんの言うこと聞かないみたいな、もうお母さん嫌っていつもよく言ってるの、玄関先とかでも、もうそんな言わんとってやとかって言ってるけど、そうでもふとした時に私ママ大好きとかなんかふって言ったりするから、あらでしょ、いや大好きなんでしょって、そしたらもうママ嫌って言ったらさ、ママ悲しいやみたいな話をしてて、とかって言ってるけど、よし、じゃあ質問僕からちょっとしていこうかなというふうに思うんですけど、千穂さんと小夏さんはこの仕事やっててよかったなって思った瞬間があれば教えてほしいな。で、エリカさんはこういう場面に出会いたいな、例えば保育士になった、幼稚園の先生になった時にこんな場面に遭遇したいなっていう、まあ、願望希望、っていうところを話していただければなというふうに思います。じゃあ千穂さんからいこうかな。そうね、まあ私も
言ったら預ける側だったから。あ、そうか。それこそ認定こども園に預けてましたわ。うん。そうで今ね預かる側になって、うん、すごいこう、あ、保育士さんの気持ちと保護者さんの気持ちで、うん、結構ズレがあるっていうか、ほう、あの私は、まあ、双子だったのもあって、うん、全部 やってあげてたの、 あの家汚されるの嫌だから、うん、ご飯も全部あーんって食べさせてあげてたし、うん、全部やってあげてたのね、うん、で、まあ、別にそれが間違いだったわけではないんだけど、でも保育士さんからしたら、あの自分でやらせるっていう癖をつけてほしいっていうのを言ってて、うん、あ、そうなんやって、考えたことなかったわと思って、こう、まあ、うちの保育士さんは特に結構厳しめ、癖が強い、強めの保育士さん多くて、うん、だから、うんうんうん、あの生きる力を身につけさせるっていうような目的で保育してるっていうか、うんうん、そうだから、まあ、だから1歳児とかでも自分でね、マット、お昼寝マットとか出したりするし、うんうん、こう食器の片付けとか、給食ここに置いたやつも自分で持ってってとかあの、うん、とにかく何でも自分でさせるみたいなやつ、うん、であとこうよく泣くだけで自分の気持ちを訴えてくる子がやっぱり多いんだけど、喋、うん、れない子はしょうがないんだけど、喋、うん、れる子に対しては泣いててもわからへんって、うん、ちゃんと言葉で伝えなさいっていうのと、うんうん、で自分でやってみてもどうしても難しいことっていっぱいあるじゃんか、うん、まだまだ、うん、だから別に先生たちは手伝うから、手伝ってほしいときは手伝ってって言いなさいっていう教えでこうやってるわけよね、うん、だからそれをすごい私個人的に結構ぐさっときて、うん、あの困ったときに助けを求めれる大人になるっていうのは、うん、すごく生きる上で大事な能力っていうのかな、うんうん、大事なことだなってすごく思うのよね。あんまり助けを求められない人って結構多いと思う。私もそうだったけど、うん、そう、え、それ言ってくれたらね、うん、助けられたのにとか、うん、一人で勝手に抱え込んでさ、で誰も私のこと分かってくれないみたいな感じでこう攻撃しちゃうような人たちっているじゃんか、うん、だから困った時は手伝ってって言うんだよとか、うん、結構一見ね普通に子供たちに言ってるようで、これって大人にもすごく通じることじゃないって感じれたのが、うん、自分の中ではすごい、あ、それ子供たちに教えたいなって、生きていく上で、うん、なんか自給自足とかでも、そう、生きる力、社会で生きていく力っていうのかな、うんうんうん、ね、ちゃんとかルールを守ることとかさ、そういうのはもちろん、なんかそういう自分からちゃんと言葉にして人に伝えるっていうことを教えるってすごい、あ、大事だなって改めて、うん、思いました。おお、うんうん、いい話ね。うん、じゃあ小夏さん、はい、お願いします。はい、この仕事やっててよかったなって思うことは、うん、やっぱり子どもたちに好かれるというか、うん、まあ、子どもたち小夏先生大好きっていっぱい、うん、のと、あと子どもたちの成長が目で見てわかる、すごい子どもたちの頑張りがすごい、なんか行事ごと成長がそこを見て自分自身、あ、こんなに子どもが頑張れんだったら自分ももっと頑張らな、もっと子どもたちにできることがあるなっていうのを日々思えることで、やっぱりなんか保護者の方にも感謝されたりとか、まあそういうのも嬉しいんですけど、やっぱり子どもたちの成長が一番は自分にとっては、まあ、すごいこんなに間近で見れるのはいいことだなって思ってます。うん、はい。エリカさん。はい。はい、お願いします。これちょっと興味ある。自分が保育士で働いてて、こういう場面に遭遇したい。うん。っていうのは、はい。あの、多分、一番保育士の醍醐味というかだと思うんですけど、うん、子どもの成長の場面に出くわしたいです。うん、なんか例えばボタンかけできへんかったのができるようになったとか、うん、自分の名前を覚えて、あ、先生おはようって言ってくれたりとか、うん、いうのを見れたらいいなって思ってます。うーん、いや多分出会えますよね。いや、出会える、もうね、毎日山夜のように出会いますよね、うん、多分、うんうん、楽しみでしかない。そうですね、それが一番あります、う
じゃあ次、これでもう最後に質問させてもらおうかなと思うんですけど、これはあのフレンズハイク水曜日版の恒例の質問になってます。今の自分から過去の自分を見たときに、声をかけるとしたら、何歳の時の自分にどんな声をかけてあげたいかなっていうことを言っております。なので、例えば、4歳の時のテラッチで、その時の4歳のテラッチに向かって声をかけてあげてください、みたいなことですね。うん、千穂さん出てそう。うん、そうね、はい、なんか、うん、特に最近ね、うん、いきなり子どもの頃の自分とかがパンって出てきたりするのよ、夢に。夢っていうかね、うん、どこに、あの時こうだったなとか頭の中、あ、頭の中ね、びっくりした、そうそうあ、そんな対面してるわけじゃない、はい、そうそうそう、よく思い出す、うん、最近本当よく思い出すな、なんでこんな思い出すんだろうって思ってたんだけど、はい、あの過去の自分ってすんごいコンプレックス持ってて、なんだろう、お姉ちゃん2人いるけど、うん、2人とも美人で、なんだろう、スタイルも良くて性格も良くてみたいな感じの、うん、で私はなんかそういうところがないと思ってたっていうか、うん、もらえなかったと思ってたというか、うん、なんで私だけみたいな、うんうんうん、結構あったんよ、そういうのが、うんうん、そうそうそう、今こんな明るく喋れるようになったけど、うん、本当自分を表現できなかった時期があったし、うん、とか、そうで最近でもそういうのも思い出したけど、うん、でも結果それがね今につながってるから、まあ必要な体験だったんだなっていう思ってるっていうところだから、なるほど、 なんて声をかける、やっぱりあのそれの経験があったおかげで今、うん、いろんな人の、うん、そう弱いところとか、うん、弱さを理解できるようになってるよって、だから素敵、うん、そんな感じかな。なるほど、うん、ありがとうございます、はい、そしたら次はエリカさんにお願いできればなと、はい、なんか全然ちゃんとしたのがないんですけど、全然大丈夫です5歳の時の自分に、はい、言いたいんですけど、はい、メガネって物が大きく見えるんじゃないんだよっていうことを言いたくって何それ、あの、めっちゃ気になる、ってメガネかけてる子ってあんま周りにいないじゃないですか、うんうん、で、うん、メガネをかけると物が大きく見えるから見えるようになるって思ってたんですよ、うん、なるほど、あ、なるほど、で、うん、自分が小学校3年生の時に、まあ、メガネをかけてたんですけど、うん、あ、物大きく見えへんのやってことに気づいて、うん、うん、それぐらいしか出てこなかったです。なるほど、だから虫眼鏡の感じって思ってたってことですよね。あ、そうです、そうです、うん、はい、ありがとうございます。そしたら小夏さんお願いします、はい、今の昔の過去の自分に伝えたいことは、うん、小学校の時にピアノを習うタイミングがあったんですけど、うん、はい、その時にちゃんと習いに行っとけよって言いたいですか。あ、じゃあもうあれですね、全くピアノが弾けなくて、で、まあ小、え、じゃあ中高は吹奏楽部やったん、楽譜は読めるんですけど、うん、もうピアノと楽譜ってなったらもう全くの別物で、うん、まあ、まあ大学の授業とかではねあったんですけど、就職してからすっごい苦労しました。なんかね、ちっちゃい時って入りやすいって言いますもん、でこう大人になってからって入りにくいって言いますもんね。うん、そうですね、とりあえず毎日ピアノのために残って、なんかそれが大変やったなっていうのがありますね。エリカさんはどうですか、今ピアノとかのレッスンというか。いや、私小学校の時にちょっとだけやってて、で中学校で吹奏楽やったので、お、今実際に授業はあるんですけど、あの軽いものなら弾けます。恋のワルツとか。ああ、ちょっと微妙ですけど。微妙え、その保育士とか幼稚園教諭の先生のピアノのテストって何が課題曲になったりするんですか。どれぐらいのレベルなんですか。私の学校は、まあ多分そんなにレベルは高く、まあ、バイエル終わってたらいけたかな。バイエル、うん、でブルグミュラーちょっと
かじってたら OK かなみたいな。わやっぱり職場に出て子供たちに歌詞を教えながらピアノを弾いて、なおかつその事前に歌詞を伝えないとダメなんで、うん、だからもうこっちは弾けて当たり前でも頭の中では今弾いてるメロディーよりも前の歌詞が浮かんでてそれを口に出してる。でも事前に歌詞は伝えるけど、伝え終わったら自分もそのメロディーで歌わなダメ、うん、それがすっごい難しくて最初リンクのが苦労しましたね、うんうんうん、ただ弾けるだけじゃその先生としてはまだ不十分。そうですね、もう少しレベルアップしないといけない、うんうん、もうなんか最初もう弾くのやめて私も地声で歌って子供たちに先生の声を聞いて歌ってって伝えました。もう弾けないで、もうピアノどっか行けって言ってもうアカペラでそうアカペラで歌唱指導しました。それぐらいの度胸も必要だってことですね。そうですね、まあ歌にはまだ音痴ではないとは思うんで、とりあえずもうこれぐらいの度胸で、もう先生下手くそやからごめんみたいな、うん、だから歌うから先生の歌に合わせて歌ってみたいな感じで、うん、もうそこは開き直って、なんかこう手拍子もらうぐらいのねそうでも本当練習してたら子供たちもすごい気づいてくれて、うん、先生ピアノ上手になってるやんとかすごい言ってたんでありがとうみたいな、うんね、こう誰裏打ちしてんのとかこうねちょっと突っ込みながらこう関西のノリでいけるといいんじゃないかなというふうに思いますね。いやでも子供たちとそうやって、まあ、僕もまあ子供というかいやね接してますけど、0歳児から5歳児までと幅も広いですしね、うん、0歳と5歳と全然違いますもんね、やることも、うん、同じ運動会の出し物って言っても全然違うだろうし、うんうん、それぞれのこう良さ面白さやりがいみたいなのもたくさん感じれるところなのかなというふうに思います。いやまだまだ喋っておきたいんですけど、そろそろ、次週ゲスト紹介のところに行こうというふうに思います。そしたら、今回はルーレットの出目をエリカさんにもらおうかなというふうに思います、はい、9つ出ましたでしょうか。9つ出てます。はい、じゃあ、ちょっと待ってね、1つ目からお願いします、はい、子供、自己肯定感、成功体験、生きる力、海外、勉強、個性、憧れ、心。これで9つですね。9ですね。はい。はい。ありがとうございます。できました。では、今、ルーレットをエリカさんが作ってくれたので、千穂さんがスタート。はい。小夏さんにストップ。言っていただこうかなと思います。じゃあ、僕の人たちが動きますので。はい。スタート。ストップ。お、止まった。ああ。あ、いいデメじゃないでしょうか。成功体験。おお。成功体験というデメに止まりました。なので、次週のゲストですね。8月の11日予定ですね。に、小夏さんの知り合い、またはお友達で、成功体験という言葉で思いついた人をおつなぎいただければなというふうに思います。うん、なんか今のところでちょっとこう浮かんでる人とかいますか？浮かんでる人、うん、ちゃんとはっきりした仕事は分かんないんですけど、音楽の道に行ってる人というか打楽器奏者、うん、かな、うーん、ですかね、すごい、うん、さあ次回のゲストは誰になるんでしょうか。ちょっと皆さんも楽しみに、お待ちいただければなというふうに思います。また夜8時から皆さんにお会いできることを楽しみにしております。それでは皆様来週までさようなら、バイバイ、さようなら。自分のことを否定されたみたいで、味方がおらんくなって居場所をなくした、感情を家で爆発させてた。意味